こんにちは。日本学術書道会の田村貴山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、いっぱいいっぱいまたいっぱいです。唐の詩人李白には酒について読んだ詩がすこぶる多い。山中友人と対酌すと題する。山中で寄捨て人と酒を酌み交わした時の様子を詠んだ詩があり、良人対酌すれば山下開く、いっぱいいっぱいまたいっぱい、我酔いて眠らんと欲す、敬しばらくされ明朝いあらばことを抱いてきたれ。山中に咲く花に囲まれて杯を重ねていたけれども、眠くなってきたから君は帰ってくれ、明日また会いたければ琴を持参してきてくれ、と読んだ一節から取られています。それでは今からいっぱいいっぱいまたいっぱいを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。